く来たな、永久冒険者殿。わらわが現トラージ国王、椿藤原じゃ。藤原、思いっきり日本風の名前だな。つかファミリーネームある人初めて見た。ただの冒険者とは思えん。どこぞの貴族のご息女では。これくらいできるっての。普段からそうしてれば姫っぽいのに。ご苦労であった。表をあげよ。わらわも堅苦しいのは苦手じゃ。あのトライセンが噛んでおる。すぐ情報開示とはいかぬでな。なんぞ望みはあるか、言うてみよ。その購入権を私にいただければと。そんなものでよいのか。そのどれもが手に入るが、本当にそれでよいのか。それでしたらうまいものをたらふく食った方が幸せでしょう。いやはや愉快じゃ。購入権などと言わずに欲しいだけ送ろう。試されましたね。いやいや、悪気があってのことではない。許せ。好きなだけ食べ飲むがよい。遠慮はいらぬぞ。さあ食べるがよい。うまい。昼の準備が整いました。こちらへ運びますか。しかしすっかり和食をマスターしたな、エフィル。エフィルの料理は絶品じゃの。なぜ椿様は毎度俺の部屋まで食事にいらっしゃるので。のう、ケルビンよ。どうしてもエフィルをわらわの元に置いてはくれぬか。ではこういうのはどうじゃ。そなたがわらわの世話係としてここに残る。それは、振られたか。まあいつでも気が変わったらトラージに仕えてくれて構わんぞ。のエフィル。